皆さんこんにちは、ケンです。今日はタイトルにある通りなんですけども、オルトリーブから発売された新製品を紹介したいと思います。オルトリーブはですね、ドイツのメーカーになりまして、まあ、パニアバッグが一番有名だと思うんですけども、その他にも登山用のリュックだったりとか、完全防水生地を使っていわゆる運ぶものっていうのが主流製品になってきます。そのパニアバッグとかで有名なオルトリーブがですね、約1年前にユーロバイクっていう、まあ、ヨーロッパの大きな電車のイベントですね、そこでリアラックを発表しました。そのユーロバイクの中でゴールド賞だったと思うんですけども、まあ、いい製品っていう風に認められていいものだなと思い、今年の1月にですね、日本に春ごと入ってくるっていう情報を得ましたので予約してました。ただ実際には春ごろ入ってこなくて、多分初回入荷が6月下旬ごろとなりました。予約するのが非常に早かったので、多分初回入荷分でゲットできたんですけども、今は9月ですか、約2ヶ月使った感想っていうのを語りたいと思います。まず商品こちらです。今回オルトリーブのリアラックなんですけども、クイックラックっていう名前になってます。2種類ありまして、1つ目が天板があるいわゆる万能タイプの、これがクイックラックですね。で、私が買ったのが天板のないタイプのクイックラックライトっていうものになります。天板があるなしの違いになってきます。素材はですね、まあ、軽量なアルミの素材でできております。これはもう組み立て済みなんですけども、車種によって、まあ、取り付け位置っていうのは異なりますので、シートポストにつける棒があるんですけども、ここの長さは2種類入ってました。合う方をつけていただいて自分でカットして調整するっていうこともできます。これのいいところが、普通のリアラックっていうとボルトで固定して外すのは、まあ工具とか必要にはなってくるんですけども、このリアラックはですね、工具不要になってきます。ラバーバンドと、まあ、事前につけたアダプタにつけるだけ、1分以内に脱着ができる優れものになっておりました。今ですね、まあ、アドベンチャーライドとかグラベルロードが日本でも流行ってますし、まあ、ツーリングも興味ある人多いと思います。そんな時代の中でこのクイックラック非常にいい商品だと思いましたので、今回紹介しております。オプションがあります。ここに泥除けがつけれるんですね。で、泥除けが3種類あります。ロードバイク用、グラベルバイク用、マウンテンバイク用。当然マウンテンバイク用の方が幅が広いです。ロードバイク用は細いです。で、今私が買ったのはグラベルっていうマットガードになります。ですので、まあ、中間ぐらいの太さのものになってきます。このマットガードは取り付け非常に簡単で、ラバーバンドでくっつけてるだけです。で、実際に取り付けてみて、このラバーバンドで取り付けてるだけなんでずれないかなって心配してたんですけど、意外としっかり固定されてます。経年劣化とかでやはりゴムが劣化してずれてくるとは思うんですけども、2ヶ月使っていく中でそういったずれとかはないです。まあ、そのラバーバンドについてることで、ちょっとこういう位置調整が微調整が可能となってますので、まあどんな自転車でもセンターに合わせることができます。そういった金属で固定してるわけではないので、このマットガード自体も非常に軽量となっております。で、今これが私のトップストーンカーボンレフティー用に作ったものになるんですけども、今から脱着をちょっとお見せしたいと思います。まずここにレバーがありまして、ここを開放しておきます。で、このようにアダプタにガチャンって引っ掛けまして、レバーを引くともう固定されます。こちらについてはシートポストにこのようにつけて、バンドシートポストにくくりつけてレバーを回せば、なんということでしょう、もう取り付け完了しました。オルトリーブ独自の取り付けシステムにも対応してます。私はこのオルトリーブのバイクパッキングっていう分類のパニアバッグを、愛用してます。これも当然完全防水です。で、普通のそのなんだろう、メジャーなオルトリーブのパニアバッグより軽量となってます。はい、やはりパニアバッグもオルトリーブのものを使った方がより簡単に脱着ができて、まあ、ストレスも少なく運用できるかなと思います。では次に外してみましょう。
打つときは逆の手順でレバーを解放して下の部分をこう押してあげて外す。これだけですね。今ここにアダプターがついてまして、縦から見るとこのようになっております。このぐらいの出っ張りであれば特に邪魔にもならないですし、空気抵抗もそんなに影響ないと思いますので、常につけっぱなしでいいんじゃないかなと思います。そして、まあ、ここはポイントですけど、今このもしもこう倒れた時にリアディレラーガードの役割にもなってるんじゃないかなと思います。ちょっと雨が降ってきたので移動しました。補足説明で、シートステイ部分にダボ穴がないとつけれないのって思ってる方いるかもしれません。そんなことはなくて、このクイックラックしっかり考えられていて、ダボ穴がなくても取り付けすることができます。ここのシートステイっていうところにバンドで取り付ける、アダプターがあります。それをつければいろんな、まあ、ダボ穴がないスポーツバイクでも取り付けが可能となっております。ただし注意点があって、オルトリーブのホームページによりますと、カーボンフレームには取り付けられないっていうことになります。なのでアルミのロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイクでダボ穴がなくても、その別売りのものを買えば付けることが可能となっております、はい、ということでオルトリーブの新商品の紹介でした。アドベンチャーライドやツーリング、ロングライドに興味ある方、ぜひ、まあ、オンオフで脱着もすぐ簡単ですので、とてもいい製品だと思いますので、興味がある人はオルトリーブ取扱店で買ってみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。